スパイダーマンで行くニューヨーク観光を続きやっていきましょう。今日はですね、ちょっと地味なあたりかな。地味って言っちゃおかしいな。今日は、ハイラインっていう、あれから、時間があれば、ディソンスクエアガーデンとか行こうかと思いますけども、フラットアイアンビルまで行けたらいいかな。スタートですけども、ここら辺、オクタビアス・インダストリーズがあったり、オクタビアス・インダストリーズは、ドクター・オクトパスのあれだから、研究所なんで、別に、実際にある建物ではないですけどね。残念なことに。これを、そのあたりですね。どこかっていうのは、やっていくうちに分かるとは思うんですけども、ですね、今この辺はですね、ミートパッキングディストリクトっていうあたり、もともと精肉工場が並ぶ倉庫街、だったということでですね、今は、ヒップなクラブや、隠れ家的バーラウンジ、話題のレストランが並ぶ、最先端エリアになったそうでして、あとファッションとかもね、高級ブランド店が並んでますんで、この辺ですね、おすすめというか、イメージこんな感じで合ってるのかな。でちょっとこっちからスタートするのってどうかと思うんだけども、まあいいや。ちょっと天気は恵まれてないですけども、もともと精肉店だとかそういったところで、今はもう最先端エリアだそうですよ。ぜひチェックしてください。ミートパッキングディストリクト。はい。で、スタートここで、いきなりこんな地味なとこからスタートして、どないやねんっていうところですけども、ここのちょっと階段登っていきましょうかね。はい。普通にゲームやってる人は、こんな階段を登り降りしないような、普通にウェブ、雲のウェブシューターでこの登れちゃうからね。はい。ここがですね、ハイラインって呼ばれるところですね。もともと貨物列車専用の、鉄道路線として使われていた高架線を再開発したところになります。で、高架線なんで、ここからずっと伸びていくんで、本当はおすすめルートは逆なんだけどね。逆ってどないやねんって言ったらあれですもん。あ、でもそこに見てみて、ゴールデンミート、ゴールデン、グールデンって書いてある、ミートコー、だから、ミートパーをイメージした多分工場の建物がこれなんだろうけどね。で、実際のところはね、こういった建物もあるけども、実際この、南端、ハイラインの、南端の、こっち側にはですね、美術館がね、ありまして、ホイットニー美術館の新館が、すぐ横にオープンした、ばっかりということで、2015年5月だから、このゲーム作ってる頃にはもうあると思うから、あれだけどね。そんな感じで、それが多分そこら辺にあると。ただここから一応見える、景色的には、おしゃれらしいとおしゃれな人が集まるエリアを、見れるらしいと倉庫にしか見えないですからね、このゲームだとね、となっております。こっち側おしゃれかな。ぼっちテニスコート見えるけどね、実際にここからテニスコートが見えるのかは分かりませんが、この看板には何て書いてあるのかな。はい、なんかあれですね、レストランっぽい感じですね。はい。ではハイラインを歩いていきましょう。見えるこの建物はですね、
名物ホテルですね、あのスタンダードホテル、ハイラインスタンダードホテルっていうのかな、スタンダードハイラインっていうのかな、どちらスタンダードホテルって書いてあるか、まあ、ホテルスタンダードハイラインと、いうふうに書いてあるところもありますけども、ハイラインをまたぐ、名物ホテル、1階のレストランや屋上のバーも人気、宿泊者の姿が丸見えの部屋もあるので泊まる人は、注意と確かにね屋上ここはロビーになるの、そんなことないよな、登ってみる、屋上になんかあるかな、バーっぽいものないですけどねここのことか、ここのことか、違うね、めっちゃお店ってあるから全然バーでもなんでもないですけど、ほい、まあそんな感じで、ホテルがありまして、でもう少し歩いていこうかな、一応まああのこんな感じで庭園になっておりまして、これわかるかな、ちょっと上からの見た方がわかりやすいかな、こんな感じになってるのかな、線路の、もう使われた線路だと思うんですけども、名残がこんな感じで、ありますけども、で、ここから、ハドソンリバーを、遮るものなく、眺められるサンデッキウォーター&フ、まあもう少し向こうかな、こうやってハドソンリバーの方を眺めることができます。で、一応ここ、もうちょっと離れてからもう一回この、建物の形ちょっと違うんだけど、多分これがあると思う、このゲームの中では模してるやつだと思うんだけども、チェルシーマーケット、が、ありますね、実際には建物、立ってる方向が立ってる方向というか立ってる立ち方が少し若干違いますが、こんな感じでハイラインをこうまたぐように同じように立っているところで、チェルシーマーケットが、ここにあります。この辺チェルシー地区、ここはチェルシー地区になってる、グリーンイッチになってるね、チェルシー地区っていうのはこのゲームの中では書いてないのね、あれではあるけどね、ディビジョンの方ではで、ございます。ここはチェルシーマーケット、どっちかというとこういう建物、このハイラインをまたいで左に方面に、だから西方面に立ってるけども、西方向、本当は、東方向に立っている建物と、そこからそこに立って、陸橋というか橋がかかっている感じかな。で、一応ですね、もう少しね、ちょっと待ってね、もう少し見える場所違うんだけども、まあ、東側にはですね、一応これもう少し別のとこからでも見た方がいいのかな、これは見えっかな、はい、あっちの方向に一応、マーカーをねつけましたけども、これはこの角度か、エンパイアステートビルが、見えるところがところどころにありますね。これこの場所は一番チェルシーチケットっていう場所があるんだけども、そのあれがこうこの角度で見えそうな感じなんだけど、実際の場所はもっと向こうなんだよな、チェルシー。ヘイシリータイマー15分にセット、今更、はい、15分からカウントダウンします。もう少
少しね、まあ一応あんな感じでこうポイントポイントで休憩できるところがあったりしてましてですね。で、あ、ここからも見えるか。そのあたりからだいたいこんな感じでエンパイアステートビルが、眺められると。で、ところどころからこうやって降りたりするところは当然あるんでしょうね。あるんでしょうね。まあ当然ありますでしょうけども。で、まあ一応その、公園もですね、だんだんこう、整備されてってもっと緑があふれる感じになってたり、しますんで。ただね、一応注意としては、天気がいいときはすごくいいんですけども、まあ、天気が良すぎるときに日光を遮るところがほとんどないということですね。散歩する際には、まあそこら辺ちょっと注意した方がいいのかなという感じがしますけどね。あ、そうだ、チェルシーマーケットの説明って言ったっけ俺。まあまあマーケットで美味しいパン屋さんとかコーヒー店とかあったりしますんで、疲れたら立ち寄ってください。これでも南方向から行くよりも北方向から行った時に、今これ南端の方から、方が程よく疲れたとバルチャがいる、バルチャがいる、コミック版のバルチャだね。なんでバルチャがいる。そんな感じで多分、まあ北の方から進んでった方がいい感じでしょうね。程よい疲れ具合の時にカフェがあると。で今ここを、工事してますけども、実際のやつはね、ちゃんともっと、なんていうの、散歩していける状態になってますんで。ただちょっとね、場所によっては少し雑草っぽく廃墟をイメージさせるような感じでなってるところとかもありますんで、まあ注意をする必要はないですけども、実際には本当と通れますからね、ガンと。でこの辺から、西の方を見ると、チェルシー、パーク、チェルシーなんとかパーク、なんとかパークじゃないってね、チェルシーウォーターサイドパークとかね、あとギャラリー街とかって、ギャラリーがいっぱいあるとこあったりしますんで、立ち寄ってみてもいいと思います。でですね、この辺かな、本当はもう少し西にグワーンって曲がってって、あれなんですけども、この辺ね、ご覧いただいている通り、列車の、で、列車倉庫になっております。これなんでこんなところをこう紹介してるかというと、ここ本当に列車のあれがあるんですよね。これそんなに有名な列車置き場なのか知らないですけども、ディビジョンの方にもあるんですよ、不思議なことに。なんで不思議なことにっていうか、なんであそこの再現度だけ高いのかわからないけど、あれライノ、なんでここの道にすごくヴィランの絵が描かれまくってんだ。で今ここは北端かな、本当のハイラインはもう少し続いているのかな、そうでもないかな。もう少しレールヤードをぐるっと回っていくのかな、っていう感じになりますかね。そしたら次の場所に行きましょうか。ここから登るのが普通なのかな、これは階段じゃないのかな、歩いちゃ登れないけど、まあいいですわ。そしたら次の場所ですね。このまま、こちらに行きましょうか。おー、こちら、ちょっと待ってね、多分この角度から行った方が人によっては馴染みが高いのか。マディソンスクエアガーデンですね。おなじみマディソンスクエアガーデンですけども、
あ、なになになに、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こっち今ちょっと観光案内中だから、あれなんですけど、どっちどっちどっち、ゴキブリの仲間キリがないや。本当ですよ、こっちは別に戦いをしたいわけじゃないんですが、そしたらですね、まあマディソンスクエアガーデン、はご存知の通りの、あれですね、説明不要っていうわけじゃないですけども、あんま観光っていう、スクエアステーションって書いてある、ここにちゃん駅があるのかな、あるのだろうな、スクエアステーション普通に入り口に見えるけどな、マディソンスクエアガーデンの、ディビジョンとかだとこの中がステージになったりとかもしてるんで、ゲームそういったやられる方は、ここで戦った思い出もある、いわゆるスタジアムとか、いわゆるスポーツとかスタートとか、そういったものがこうたくさんあるところですね、たくさんあるというか、たくさんある複合エンターテインメントスタジアムと呼べるのかな、そんな大げさなあれじゃないのかな、ですね、もう年間400以上のイベントが開催されているということで、年間400以上ということは 1日2個以上の時もあるわけですよね、当然、で、2万人収容のスポーツアリーナと、5000人収容のシアターなどで構成されているということで、収容能力、バスケットボールで1万9033人、アイスホッケーで1万7200人、コンサートで2万人、ボクシングで2万782人、レスリングで、2万2292人 と。なんでこれ、競技によって収容人数変わってくるのか、そして細かく、1人単位で、コンサートの 2万人がざっくり2万人だけど、これ全部アリーナスタイルにしたら多分変わってくるってことかな。そうですね、ウィキペディアとかで、マディソンスクエアガーデン検索すると、この角度でブリトニー・スピアーズさんの、ポスターが貼ってあったりしますけどね、ご覧いただけると面白いかと思います。で、一応だからそんなあれなので、どっちかというと観光で行ってここでなんか見るってことってあるのかどうかわかんないですからね。バスケットボールとかホッケーとかあったら取れるかもしれないけどね。まあなんかの時のために、多分観光で行って来ることってそんなないかもしれないですけども、なんかの時のために覚えていっていただけるといいんじゃないでしょうか。そしたらですね、その次、この向かいのここがですね、ここはですね、あれにはないですよ、基本的に観光地では何でもないところなんですけども、こちらも、ディビジョンやってる人にはおなじみだと思います。なんなら、ディビジョンやってる人には一番ここがおなじみなんじゃないですかね。中央郵便局ですねジェネラルポストオフィス、中央郵便局です、なんでしょう、一応ディビジョン、1の時にこの、自分のその本拠地になるとこかな、本拠地って名前だったっけ、ちょっと後やり直してみようか。ここを拠点 になってますんで、ディビジョン1だとここに来る人、まあ、ここの印象が多分すごく高いところだと思います。ここでほら、いろんなこのあちこちの、なんかいろんな装備作ったりとか、何をしたりとか、そういったとこですね、見覚えあるでしょ。はい、そしたらですね、次は、そう、マディソンスクエアガーデンって、こう、
いうネーミングですけども、もともとはマディソンスクエアパークのね、マディソンスクエアパークってどこにあったっけ？マディソンスクエアパークってどこにあったっけ？あ、ここですね。もともとはね、これこの建物、あのマディソンスクエアガーデンは4回ほど移転してて、もともとはマディソンスクエアパークの北に、あったそうでして、一番最初はね、北でいいのかな。北かどうかわかんないね。マディソンスクエア、だからマディソンスクエアパークの、近くにあった、建物でして、で移転して今はここの位置にあります、4回ほど移転しているそうで。なるほどなるほど。では次はですね、こういう進み方をしてるとどういうふうに進むのか分かんないっていうふうに言われそうな気もするけどね。これ方向でも合ってるよな。おすすめコースではね、あのハイライン通って、途中から降りて、西に行くコースがおすすめなのかな。23番、ストリート、これか、23丁目に立ち思わず、目に留まる三角形の得意な形だということで、ちょっと待って実際にそこに来ちゃったら分からんね。はい、あんな感じのビルですね。これでも横から見てもよく分かんないと思うけどな。一応名物、一応名物って言い方しちゃおかしいな。23丁目のブロードウェイと、5番、建築家、ダニエル・バーナムがデザイン、当時はフラワービルと名付けられたが、その、後にその三角形の得意な形からフラットアイアンビルと呼ばれるようになった。うん。見る角度によってその印象は様々で、ということで薄い壁のように見えたりもすると。なるほどね。で、まあ、街のシンボルになっているということで、だから角度によって、だから この方向から見ると、薄い壁のように見えるの。これ実際のあれだともっと 薄い壁に見えるんだね。まあ、建物このゲームだと、じゃ、まあ結構厚く太く見えるけど、実際の写真だともっと薄く見えるっぽいですね。で、でここはマディソンスクエアパーク、マディソンスクエアガーデンの、いわゆるが、あ、もともとのマディソンスクエアガーデンが、あったところの、あ、間違えた。という感じで一応、
マディソンスクエアパークはね、どういう風に行けばいいのかな。これでもマディソンスクエアパークと、ここから、このエリアがノマドノースオブマディソンスクエアパークと呼ばれているということで、まあそのあたりにだから、もともとマディソンスクエアガーデンがあったと。あと近くにユニオンスクエア、ユニオンスクエア近いか近いかこっちかユニオンスクエア、ユニオンスクエアパークとかありますけども、基本的には、この辺は、公園とかが多い感じになりますかね。という感じで、この辺を、まあ、歩くのであればそういった、公園とかを歩くっていう感じの見方でいけるかと思いますけども、ハイラインから、まあ、無理して ここにあの歩くのつなげる必要はないと思うけどね、まあ、とりあえずハイライン、まあ、リソンスクエアガーデン、まあ、中に入るかどうかは別として外側くらいのあれでいいのかな、ご覧になる方はご覧になっていただければと思います。このあれのやつだとね、マディソンスクエアのガーデンの周り、エイリアス探偵事務所とか、ジョージーズバーとか、デイリービューグル本社とか、この辺はね、マーベル世界の建物のあれなので、まあ、観光地としてはまた違うものが、ありますね。まあ、フラットアイアンビルまで無理して見なくてもいいかなという気もするけどね。という感じで、今回はここまでしましょうか。ちょっと地味なエリアっちゃ地味なエリアでしたけども、ハイラインそのものはね、本当最近になって、観光地になったあれなので、観光地、まあ、実際には本当に高架の上の、旧高架を利用した、まあ、公園場になっているということでね、車も通らないのですごく快適なんですけども、まあ、本当に、直射日光には気をつけていただいて、多分ね、さっき見た通り途中から降りるところとかもあると思うんで、ちょっと熱があれしてきたら、一旦階段降りてもいいから日陰とかを探していただけたらと思います。そんな紹介でいいのかそんな感じで、いかがでしたでしょうか。では今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ひーわでした。バイバイ。